カットバセボールチャンネルどうも皆さん、高校野球大好杉園2の上条滝でございますさあ、第106回全国高等学校野球選手権大会熱戦が繰り広げられております、えー、先ほど2回戦の早稲田実業対、えー、鶴岡東の試合がちょうど終わったところでございます、えー、1対0で早稲田実業が延長タイムレークの末に勝利したということでございまして えー、鶴岡東の桜井投手、そして忘れら実業の中村投手のこの投げ合いで、えー、9回終わって0対0。これ。まあ、今大会ここまでの、僕の中ではもうナンバーワンカードですね。いや、しみれましたね。なんかこう、鶴岡東のね、こう、桜井投手と中村投手の投げ合いもそうなんですけど、二人が、まあ、バッターとピッチャーで対戦する時もね、 どっちもなんかいい顔でね、打ち取ったら笑顔で、打ち取られてもクソ、次やるぞ、みたいな。たまりませんね。えー、で、最後、延長タイブレイク、鶴岡東が10回ゼロに抑えられて、えー、その裏ですね、えー、満塁で、ワンナウト満塁やったかな、そこでまた中村くんに回るんですね。足つって言った中村くん、治療後の初球、カーンライトオーバー、サヨナラでした。 いやあ、しみれました。いやー高校野球すごい。本当に、えー、今大会も熱戦繰り広げられて、えー、おりますけども、えー、今日の動画はですね、2回戦の振り返り、そして3回戦の展望なんか、えー、お話ししていきたいなと、えー、思いますけどね、まあ、ちょっとこういうところにこうね、えー、全部書き込んで、こうね、買ったとこ書いて、ね、トーナメントこうやっておりますけども、えーまあ、2回戦16試合、えー、終わりまして、 えーまあ、個人的にはちょっと感想ですねまずですね青森山田が強いね青森山田どうですか皆さんみんな思てんちゃうかなこう16試合ね2回戦終わって青森山田強いね、えー、まずエースの関君ですね、まあ、150キロを超えるすごい,いいボールを持ってるんですけども なんかこう初戦、えー、中野日大戦余裕あるピッチングでですね打者陣もねこう触れてますし、えー、7番の海老名君で8番の菊池君そして1番の佐藤君2番の佐藤君1、2番のこのダブル佐藤、えー、この4人でこの4人がね、えー、2年生なんですけども。 えー、もう当たりに当たってまして海老、えー、名君も5打数ー2安打3打点、えーえー、菊池君も5打数2安打2打点かで佐藤くん1番の佐藤幸四郎君が5打数2安打、えー、2打点1、えー、ホームラン、ね、打ってましたで2番の佐藤君が4打数3安打という当たりに当たってて2年生で。えー 7打点ですかね <laughs> これあのね僕も長いこと高校野球見てますけどもこれ2年生がね打つ当たってるこの2年生の勢いってなかなか止められないんですよ3年生はねまあまあこっからですね、まあまあ、原田君とか、えー、あと吉川くんとかね、えー、まあいい選手いっぱいいますんでまあ、とにかくね、えー、青森山田このもうこの 力このエンジン、搭載エンジンが一人一人がでかすぎる、ええ、すごい選手が揃ってますんで、まあ、青森はまだ強いんじゃないかなっていうのね、この下級生の勢いっていうのが、このまま今大会、優勝するんじゃ、いや、ほんまにもうそ,そんなぐらいの勢いやと思ってます。はい、ああととですねあと そうですね富山商業で東海大相模、まあ、ここも下馬評もちろんね神奈川県買ってきてるんで強いのは分かったんですけど、まあ、やはりいい強いですね、えー、7番バッターの柴田君がホームランを打ったり、えー、2年生の4番金本君ね、えー、表現の功ですわお父さんは育英高校で僕の1個上でしたね僕のね2つ上がね93年育英高校が全国制覇してその翌年ですね えー、育英高校は甲子園に出られなかったんですけど、えー、この金本君のお父さん、金本首相金本君のお父さん、育英のキャプテンでね、金本首相が1人でね、優勝旗を甲子園で返還に来たというのをね、覚えてますけども、はいその息子さんあーが2年生で、今、えー、大会も4打数3安打、もう当たってます。はいで、えー、ピッチャーですよね。ああの左の えー、藤田君、いいですね。198センチあるのかな身長ね。2メーター近くあると思うんですけど、198あって、左なんですよ。で、まあ、この試合、えー、富山商業戦も7回ぐらい投げたから、7イニングでン安田さん13奪三振というね、もうすごいね、この、えー、藤田君、いいですよね。いやー、 藤田君以外も福田君とかね、えー、福田君もね頑張って投げてましたしまあ,あ相模強いかなというふうにちょっと思ってますはいあとまあまああのーえー、初出場の対戦がありまして2回戦で石橋高校栃木買ってきた石橋高校と宮城を買ってきました、えー、清和学園というねこの初出場同士のね戦いも非常に良くて まあ、石橋高校が、えー、買ったんですけども、あのー、この清和学園の方にですね、実は僕が、えー、っと6年前ですかね、急にあの甲子園の外で、えのー、う、おととかな、声かけてもらいまして、清和学園の T シャツ着ててね、おお、よう頑張ったなー、みたいな話って、上条さん、実はあの、えー、僕6年前の100回の記念大会の時の開会式で。 上条さんとってあの筆箱にサインもらったんですっていうことね、清和学園、えー、そうなんみたいな、100回大会の時に小学校6年で、僕にサインもらったらしい、そんでサインもらって、そのまま、えー、6年後の甲子園100周年記念の年にまた甲子園出てきたっていうね、よう頑張った、あえてね、あの握手したんですけども、嬉しかったですね。まあ、残念ながら清和学園負けけましたけども え聞いたらまた彼らにあの僕ら2年生なんでまた来年頑張りますいうことも言ってたんでね頑張ってほしいなと思いますで勝ちました石橋高校はね僕あのアルプススタンド一塁側アルプスの,ああの大応援すごかったですよねオレンジ色の軍団ちょっと目を奪われまして吹奏楽のまあ応援の圧力ももちろんすすご人数もすごかったですけど吹奏楽 このレベルの高さというかいきなり最初いきなり最初にチャチャャズバババッババトントーンチャーラーラズタタタタ,タントーン天理のファンファーレから来たんですよチャーラーラとしかもね天理と似てるあのスローテンポのやつ好きなやつなんですよねあれ天理高校の

オブラブラティ q スクエアさんの,、えー、あの水木有りささんと石田一生さんがね出てたの「の放課後」っていうね、えー、92年かな90年代前半のドラマ思い出まあそんな話はいいんやけどそこで石田一生さんがあのあのー、ねあ、あのー キーボードでこう弾いてたネネネってやってたよオーメンズ・オブ・ラブあとルパンとか、えー、大阪桐蔭がやってたなんか曲もやってたりとにかく石橋高校の,あの吹奏楽、えー、注目ですね、えー、もちろんねあの野球も素晴らしいんですけどもうあの応援にも目を奪われました、はい、で応援といえばやっぱり智弁学園智弁和歌山 あの、ジョックロックなんですよね。ジョックロック今年もちょっと楽しみにして行ったんですけども。うん、どうやろう。あの、智弁学園のが結構ジョックロック使ってた感じがあって、智弁和歌山ね、本場の方が、なんかこう、出し惜しみというか、いや、もうちょいくれよ、みたいな。多分ね、あの、球場に来てたファンね、どうです思いませんでしすよ。いや、もうちょいくれよ、ジョックロックみたいな。ああ まあ、智弁和歌山は残念ながら、ね、負けてしまったんですけどこれもタイブレークで、あのー、茨城代表の霞ヶ浦高校だったんですけどもねでも智弁和歌山、ね、あの終盤の、あのー、最後、えー、8回とったかなセカンドゴロエラーで出たランナーを置いて3番の高川 高君がレフトスタンドに、えー、1点差に追いつくホームラン、えー、これで3対2で、4番の花田君が、えー、木製バットでそのままついて2者連続のホームラン、もうね、僕も、も息子と息子の友達の、えー、谷戸と、えー、もう外野で見てたんですけど、興奮してね、ふわーって盛り上がりましたけど、まあ、タイブレイクの末に、えー、残念ながら、えーまあ、智弁和歌山、負けてしまいましたけども。 この霞ヶ浦のですね、えー、あのピッチャー、ずっとね、8回ぐらいまで投げたのピッチャーのエースの、えー、市村くんなんかはね、えー、そのジョックロックを聞きながら、えー、もう、就寝してたという。ね、もうあ、寝られへんやろ、あれ、聞きながら。<laughs> ね、もうそれぐらい、こう、体に染み付けて、 もうジョックロックが流れても自分らの応援に落とし込めみたいなねやり方でえでえ霞ヶ浦の高橋監督も「ジップロックかあのジップロックが流れてもなあのこっちの応援だと思うよジップロックが流れても」って言ってであの部員から「監督ジョックロックです」ってそれ真あ空のあのパックするやつですもうジップロックでジョックロックをうん閉じ込めてしまえみたいなね えことを言ってたらしいんですけども何の話やねん言ってね、えー、まあまあ、あのー、霞ヶ浦あ素晴らしいチームでしたね、えー、智弁和歌山は敗れてしまいましたはいそんな中ですね、まあ、2回戦あとね志賀学園の応援もすごいしええーね、智弁学園県大高崎にね勝ちましたまあ負けましたけど県大高崎の、あのー、キャッチャーの箱山君で、ねえー、セカンドでバシーさした思ったらキャッチャーね えー、牽制でファースト差しで、えー、送りバントもう前飛び出してジャンピングスローでサード差しもうプロやねプロですはいもう間違いなく秋プロ野球選手です箱山さんすごかった、まあ、そんな中でも地面学園ねえー、ツーアウトから一発回答で1番のまた佐々がね決めてくれてあのー、最後ファーストのとこもね あのー、サードがよく取って知花が取って投げたちょっとそれたやつをしっかり取ってもう一回足伸ばして戻ってもう足ちぎれんちゃうかアウトになったけどそこから足肉離れかあれつったんかな下がってましたけどねええー、智弁学園もよう頑張ってますさあそして、えー、大阪桐蔭対小松大谷ですよね大阪桐蔭が3対0 敗れましたね小松大谷のーエースの西川君がマダックスを決めるというね大阪桐蔭が甲子園で、えー、完封負けするのは史上初のことということでもうこれは本当に歴史的快挙、えー、小松大谷、本当にすごい戦いぶりだったなと思います。あのー、エースの、ね、西川くん まあ本当に140キロ超えるような球びっくりするような球はないんですけどもなんか長く持ってパッと、ね、長く持って投げたりいきなりクイックで投げたりとかでまたちょっとね独特の投球フォームで何でしょうねこんなんちょっとあの言い方はちょっと語弊あるかもわかんないですけどずっと長いことやってる野球人からするとあの,あの投球フォーム見た瞬間にどっかちょっと一瞬あいける っていうね、なんか変な、いけるよ、俺、打てるよっていうね、何か変な擦り込みみたいなんがあっての大阪桐蔭の早打ちやったのかなっていうのも思ったし、そこも全部踏まえて、知ってますよっていうあの、うん、投球術、西川君の投球術やったとすると、まあ、黒帯超えて赤帯やね、えー、ナイスピッチャーですよね。でで、まあ、小松太にまあ打撃もいいので 次がなんか智弁学園との試合もねこれ面白いなとはいで京都国際、えー、新潟三大付属との後半までなかなかねええー、どちらが勝つのかわからんという終盤8回やってかな、えー、終盤にやっと京都国際が点を取って結局4対0やったんですけどもうんやっぱり4番の藤本勝負強いそして、えーまあ、打,打線がね、えー、初,初戦は8番打ってたんですけど お今回1番バッターにいた金本裕吾君とかね高岸んとかいいバッター沢田君三谷君いい選手いっぱいいますし、えー、次はエースのー西村君もねこの試合しっかりいい完封ということで投げ切りましたから、えー、次はエースのー中崎くんがねやってくれると思います、はい、ただ次はね小物高校に勝ってきた13対0で勝ってきた、えー、打撃外西胆なんでこれも、えー、試合かなと思いますはい あと、まあ中京大中京を倒しました、神村学園ね。ね神村学園、やっぱ強いね。はい、えー、で、大社創成館。これがどっち勝つかまだ分かりませんけれども。岡山学芸館も掛川西に、えー、2対0で勝って、2試合連続シャットアウトということになっております。さあ、えー、ちょっとなかなかとしゃべりましたけれども、3回戦、えー、の展望ですね。3回戦の8試合。 あるんですけど、屈指のカードは3回戦一発目の、えー、広島広陵対東海大相模、これじゃないでしょうか。ね、広島広陵の、えー、高尾投手対東海大相模の左の藤田投手の投げ合い、これは見るものですね。えー、打者も広島はね、浜本君。うー、あ、それこそこの、えー、っとね、東海大相模の、えー、っと、木村君と広陵の え、土井くんが、広島の東広島で、紅葉中学かやったかな。だから中学校同じクラスやったんだよね。ね、卒業の時に、甲子園でやろうぜって言うて、そうや、あるんですよ。うん、紅葉の、えー、3番の土井くんと、えー、東海相模のキャッチャーの木村くんやね。うわーこれもたまらんね。はい。あと、関東一校も強いね。うん。じゃ大森山田でしょ。 あー智弁学園、小松大谷、京都国際、西谷この辺りもえー、試合やと思いますね。はい。はい、そんな感じでございます。ということで、えー、2回戦の振り返りと3回戦の展望でございました。えー、また動画は、この準々決勝の時かな、次、もうちょっとしたらまた、えー、動画上げたいと思います。ということで。 え本日以上です。高校野球。高校球児。えー、頑張れ本日以上です。ありがとうございました。野球を仕事にしませんかカットバセボールアカデミーでは、元プロ野球選手のコーチを募集しています。みんなの経験を活かして、未来の甲子園球児、プロ野球選手を一緒に育てましょう。